で、2日目がですね、超絶スペシャルなことがあったみたいです。はい。多分、風チャンネルのルーニオです。今日、この動画では、えっと、先日行われました藤井風さんのアリーナツアー神戸公演の藤井風さんの様子とか、グッズの話をしていきたいと思います。えっと、このチャンネルでは藤井風さん中心に、えっと、取り扱っているチャンネルとなってまして、ぜひ、この動画気に入っていただけましたら、高評価とか、あのチャンネル登録のほどよろしくお願いします。 まあ早速なんですけど神戸公演皆さん行かれた方お疲れ様でしたとんでもないスペシャルもあったりして楽しそうでしたね僕はあのチケット持ってなくてあの生配信とかをその公演後にしてあの行った方のあのお話を聞いたのを今回お伝えしようと思いますなのでちょっと間違いとかあったら申し訳ないんですけどコメントで訂正いただければなと思いますまず、えっと、ツアーの グッズに関してですねグッズなんですけど今回初めて神戸公演が平日開催ということでなんか比較的ツアーグッズ残りがあったようなことを聞きましたで具体的には、えっと、1日目のライブ終了後に、えっと、ツアー T シャツの XL とあとタオルとシールがまだ在庫が残っていたっていう話だったのでしたで僕が福岡公演行った時横浜かな横浜行った時に あの、公演後はシールしかなかったので、まあ、あの、比較的ちょっとそんなに朝早く並ばなくても買えたのかなっていうところです。なので、東京公演が、えっと、木、土、日とあるので、木曜日ですね、あの、行く方はちょっと余裕見て行ってもいいんじゃないかなと思います。で、グッズに関しては他の動画でまとめてますので、その概要、リンク先を概要欄に貼っときますので、ちょっと、 グッズのこと知りたいっていう東京公演行かれる方はそちらの動画を参考にしてみてください。で、続いてなんですけど、えっと、<laughs> ライブでの藤井風さんの様子っていうのを、あの、視聴者の方から色々コメントいただいて、えっと、まとめました。で、まず1日目ですね。1日目なんですけど、あの、福岡公演だと2日目がストレートヘアだったりしたんですけど、なんか1日目髪の毛がくるくるだったそうです。で、なんかこう、視聴者目さんの がこうめちゃくちゃゃく前列でで見らられてたらしいんですけど左の方にあの左の方顔の方ですねの上の方に出来物ができてたよっていう話を聞いたのでちょっと真相はいかにって感じなんですけどもしあの近くの方に見られた方で知ってる方いらっしゃったらあの教えてくださいで、まあ、1日目の MC なんですけどこう初めての,の土日開土日じゃない平日開催っていうこととあの 雨だったんですね。その日、土砂降りでかわいそうにっていう風に風さんが、あの <laughs>、来てくれてありがとうっていう風に言ってくださってたそうです。あとですね、あの、岡山の隣、兵庫県が岡山の隣なので、知り合いが多いっていう話も MC でされてたそうですね。で、 これちょっと面白いなと思ったんですけど、神戸のキャパが狭いって、こう収容人数が狭いっていう風に MC で言ったらしくて、風さんが。その次の MC で、キャパキャパシティの略だと思うんですけど、キャパの意味わからんじゃろうって言って、あの、キャパシティ、キャパの意味が収容人数だってことを、あの、MC で教えてくれたそうです。なんか、個人的にはライブ好きな人とかは、あのキャパ、キャパって言われても、箱のキャパとか言われたら収容人数ってわかると思うんですけど、 なんかこう、風さんが結構普段から英語、風っち英語って僕読んでるんですけど、風さんが喋ってる英語っていうのを、なんかこう、わかってない人がいたらダメだなと思って気遣いがすごい風さんらしいなというふうに思いました。で、えっと、MC、MC かちょっとわかんないんですけど、まあ、さよならベイベっていう曲がありますよね。さよならベイベでこう、手を振る、あの、ところがあると思うんですけど、その、 手を振るののががが神戸が一番今日の神戸戸番番今日じゃったわっていう風に神戸の初日に風さんが言ってくださったそうです。でえー、っと MCMC MC じゃないですね最後ねあの「ありがとうございました藤井風でした」みたいな時にあの音楽が鳴るんですけど予定外の音楽がかかったそうで視聴者さんによると「グッド・アズ・ヘル」がかかったそうです。でなんか福岡のの日目もあの 違う曲がかかって、マイケルの曲だったと思うんですけど、その曲を歌ったりしてたので、本当に予定外なのかなっていうのはちょっと疑問に思いました。まあ、っていうのが1日目ですね。で、2日目がですね、超絶スペシャルなことがあったみたいです。で、えっと、そのスペシャルな演出なんですけども、えー、っと、なんとですね、藤井風さん会場の前の 舞台から出てきたわけじゃなくて会場の後ろからサックスを吹きながら来た歩いてきたそうですすごいですよねでこう観客の中をこう歩いて歩きながらサックスを演奏してこう恥ずかしそうに会釈をしながらあの道をステージまで歩いていったそうですそれめっちゃ羨ましいですよね二日目行った方はもぜひコメントでもっと詳細を教えてくださいで その後の MC で、こう、雨風がすごかったから大変じゃったろうってことで、あの、何かできるサプライズはないかなっていうことをスタッフさんと相談してされたそうですね。それは本当にすごいもう風さんの優しさがにじみ出てるなと思いました。で、昨日生配信このチャンネルでしてたんですけど、視聴者さんの中には、あの、なんか、なんていうんですか。 肩がぶつかった人とか目があったぐらい近い人とかいたらしくて本当になんかもう間近で風さんを見れた人たちがいっぱい続出したそうですそれはちょっと羨ましいですねでえっと二日目なんですけど青春病で歌詞の間違いをしたっていうのをちょっと小耳に挟んでいますなんかその一日目と二日目の間に m i s ャ a さんのあのハイア h っていう曲が リリ,ースリリースというか MV の曲が公開になったんですけどその曲のえっと作,作詞作曲を担当されててなんかそのことについて MC で言及されるのかなっていうふうにあの僕は勝手に推測してたんですけどそれは全くなかったそうですなんかこうあの雨風の中来てくださったお客さんを気遣うがあまりその話をする時間がなかったのかなって僕は思ってます。っていうことでなんかその。 その1日目と2日目の間に、なんか2日目のラジオに風さんが出てきたっていう話は、あの、1個前の動画でしてますので、概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方いれば、それも見てください。あの、簡単に言うと、藤井風さんがラジオリスナーとして、その MISIA さんの自分が作曲し,作曲した曲を、 リクエストしたっていう一般人になりすまして <laughs> リクエストしたっていう素晴らしいなんかエピソードがあ,のありますので詳細気になる方はあのも,うもう一個前の動画を見てあの確認してもらえればなと思いますとい,うと,こということで今日はですね以上となりますのでもしあのこれからも風さんの話あの情報を届けていきますのでもし気に入ってくださいましたらいいねとかあとはチャンネル登録通知オンのほどぜひぜひよろしくお願いします それでは、さようなら。バイバーイ。ありがとうございます。